とにかく仕事が続きません。精神科医カバスターショーのカバチャンネル、今日は質問いただきました。佐藤さん、35歳女性。とにかく仕事が続きません。現在35歳でアルバイト等も含めると20社以上の転職を繰り返しています。どこの職場も慣れてきたところで人間関係でトラブルが起き、結局嫌になって辞めてしまいます。仕事を長続きさせるためにはどうしたらよいでしょうか。まあ、なぜ長続きしないのかということを自分なりに分析するということがとても重要でしょうね。この場合、分析した結果として人間関係でトラブルが起きるっていうことですよね。人間関係でなんでトラブルが起きるのでしょうかっていうことですね。それはあなたに責任があるんでしょうか、それとも相手会社に責任があるんでしょうかってことになった時に、何回も何回も20社も繰り返しているということですから、間違いなくこの方に何らかの原因があるということになってくる。だからその原因を突き止めて、ある種の何かコミュニケーションの問題っていうのがはらんでるっていうことが間違いないと思いますね。じゃあどうするのかって言った時に、その部分を何とか改善してやっていくということが一つと、だったら人間関係が苦手だったら無理してそんなところで働かないで、何か違う仕事がないのって言った時に、やっぱり今インターネットっていうのがあるわけだから、インターネットを使った副業的なものっていうね、流行りだとメルカリとかね、なんかいろいろあるわけだから、20社まで転職してるわけだから、これ以上そういうふうにいろいろと頑張ってみてもなかなか難しいのかなっていうことがあるので、違ったワークスタイルっていうものを探した方が私は早いのかなと思う。家でいてインターネットに向かって何かできるような仕事とか作業を探していったり、あるいはそういうものができるようなスキルを養っていった方が早いのかなというふうに思います。長所視点と短所克服っていう、この2つの軸があるっていうのはアウトプット大全でも書きましたけど、私たちが自己成長するための2つの方策は、自分の苦手なところを克服するということと、長所を伸ばしていくということの2つがあるんだけど、苦手の克服っていうのは大変なんだよね、やっぱりね。だから私は苦手なことを置いといて、そこに定職しないでうまくやっていく別なものをないのかなってことを探していく方が100倍ぐらい楽だし、100倍ぐらい簡単だし、100倍ぐらいうまくいく可能性があるんですね。この方の場合はそういう発想で考えると、短所克服というよりは長所進展、短所から回避するようなことで言うと、やっぱりインターネットを使っているのは何か仕事っていうのはやっぱあると思うので、そういったものを少し方向転換してワークスタイルを変えるという方がいいんじゃないかなと思いますので、自分自身の働き方を変えられないのかっていうことをちょっと考えてみてほしいなと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。